オクテッドチャンネル。こんにちは、オクテッドチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランドコーディネートの、ね、着こなしをお伝えするチャンネルとなっております。よろしくお願いします。今日はですね、自分が買ったアイテムでもありますし、この夏ね、おすすめしたいスタイルのね、紹介をさせていただこうと思っております。それはですね、見てわかる通りこうナイロンのね、セットアップで先日3人で対談動画みたいなのもあったんですけれども、うちが中心として作らせていただいたナイロン系のね、セットアップをご紹介しようと思っております。で、ナイロン系のね、セットアップっていうと今は例えば青木さんだったりとかワークマンさんだったりとか、まあユニクロさんや GU さんや、まあ各ブランドね、なんだったらスポーツ用品店に行っても並んでいたりとか、デサントさんだったりアディダスさんだったりニューバランスさんだったりと、みんなこうナイロン系のね、セットアップをこう作って、紹介していたりするんですけど、僕たちもね、紹介させてもらうんですけれども、やっぱり彼らの作ってるものと僕たちの作ってるものってやっぱりちょっとだけ違う部分があったりとか、そういうところも含めてね、やっぱりファッションにこだわっている HIP by ソギノさんが作った、まあ、一緒に、ね、ちょっと作らせてもらったアイテムの、ね、良さなんかもね、お伝えできたらいいなっていうふうに思ってます。早速なんですけど、ジャケットなんですけどね、ナイロン系のジャケットなので、もちろん非常に軽くて、取り回しが楽だっていうのは言うまでもない事実としてあるんですけれども、やっぱり素材って他もね、いっぱいナイロン系の素材あるんですけども、触ってもらったら分かるんですが、ものすごく薄くて軽いんですよね。でもちろんこう伸びますし、でキックバックって、ね、こう戻りもいいんですよね。でやっぱり表面がちょっと強いので、そういう意味でこうね、まあコンクリートにね、グリグリこうしたら破れると思うんだけど、普通にね、こうバックのガムがちょっと当たったとかで、こう表面に傷がつくみたいなことは、やっぱないんですよね。でもやっぱりナイロンなので、どうしてもね、こう、傷に、こう白い線がピヤーって入っちゃうとね、目立っちゃったりするので、そういう意味ではね、素材のね、シンプルに良さっていうのは大事な部分じゃないかなって僕たちは思っています。でまたね、このジャケット、実はね、まあ意見させてもらってるんですけど、以前ね、ポケットタブだったりとか、こう余計な、まあ多分使わねえだろうなと思った余計なこう機能がね、いっぱいついてたんですよね。もうこのジャケットに関しては全部それ取り入って、すごくシンプルで夏向きに軽くて、着心地がいいということにね、まず特化させてもらいました。もう一個はですね、やっぱり人間ってどうしても丸いじゃないですか。直線ではこうできてなくて、曲線でできてるので、やっぱり、そのシルエットのね、柔らかい曲線をどうやって作るかっていうのはすごく大事なんですよね。特にジャケットなんかは肩周りのあたり、背中のね、上部も含めてですけど、肩周りがすごく大事になるので、そういったところにね、かなり気を使ってまして、まあ、こちらもね、こういったバックダーツですね、背中のこう肩のところにこうラインを入れて生地をつまむことでこう丸みを出すね、こういうことをね、丁寧にしてます。それ付きもちょっと前振りって言って前についてたりとか、まあかけるとね、ちょっとかっこ悪いんですけど、着ると着心地がいいみたいなね、そういう部分とかね、今回はあえてこうポケットとかね、何もないので、まあすごいシンプルでスポーティーなね、印象を与えれるんじゃないかなっていうふうに思っています。またですね、今回実は胸ポケットもないんですよね。結構夏場こうカバンも持たずに財布とスマホどこ入れようかなみたいなふうに思う方多いと思うんですよね。でもちろん、まあズボンのポケット入れとけばいいじゃんっていう話なんですけれども、まあ胸ポケットもないっていう代わりにですね、今回こうここにね、横にジップにこうポケット付け出してもらったんですね。こういう形でジャケットってこうすぐね、脱いでこう手に持ったりするので、こうオープンポケットだとね、落ちちゃったりとかねするので、まあジップポケットでこう目立たないようになってるんで、でまあそもそもね、サイズもあるから結構ね、大きいもの入れてもらっても大丈夫じゃないかな。パチポケみたいにこうね、貼ってあるポケットだと物入れちゃうと膨らんじゃったりとかね、みっともないんですけど、まあサイドジップのポケットだと、まあこう物が入ってるっていうこと自体も分かりにくいので、そういう意味でもね、すごくこうすっきりしたね、シルエットが作れるんじゃないかなと思って、このジャケットはね、ディティールに関しては横のポケット、それだけにさせてもらいました。袖にも肘のね、ダーツが入ってたりとか、動きやすいように、まだ体のね、曲線に合うように、そういったね、一手間二手間かかったカッティングっていうのはね、素材の良さだけじゃなくて反映されている部分っていうのは正直あるんじゃないかなと思います。でもちろんですね、パンツもやっぱり履き心地がいいっていうのは
もちろんなんですけれども、今度はね、ディティールをちょっとね、足させてもらってるんですよね。やっぱりナイロンのセットアップっていうことはビジネスシーンに着る場合があると思うんですよね。よりエレガントに見せたい、カジュアルじゃなくてよりエレガントに見せたいっていう時に一番大事なのはベルトができるかどうかっていうのはすごく大事になるんですよ。それなぜかっていうと、シャツインをする場合ベルトがないと非常にぼやけてしまうんですよね。なので、まあ、ドローコードももちろんついてるんですけれども、ドローコードで縛ることもできますけれども、ドローコードは内側にしてるんですよね。外側にしてしまうとベルトをした際にカジュアルで邪魔になってしまうので、カジュアルに見せるにはいいんですけれども、やっぱりベルトした時に邪魔になってしまうので、まあ、内側に見せて表情すっきりねこう見せるようにさせていただきます。まあ、実際これ伸びるんでね、あの履き心地は非常にいいと思いますけれども。でもう一個はですね、よくこういった感じのイージーパンツに多いんですけれども、こう前にねジップがないパターンがあるんですよね。今回は前開きのジップを付け出してもらいました。これはまあすごい手間がかかるんですけど、正直これがないと男性の場合トイレに行った時めちゃくちゃ、まあ、僕はかっこ悪いと思うんですよね。こう下ろすのがジップがないと。なのでここはこだわりのポイントとして、やっぱ大人の男性なのでやっぱりそのビジネスでシャツインしていて下ろすみたいなね、それちょっとみっともないなと思うのでジップはついてそうですね。なんかこういうところってこう実際使ってみないとわからないんですよね。自分もこういろんなパンツ履かしてもらったりとか、こういった維持セットアップを着た結果ですね、ここパンツここないとドレッシー見えねえぞみたいなところがあって、それはね必ずこう提案して結果にしてもらってます。こういう形にディティールとしてしてもらってます。でもう一個はですね、これもですね、まあ見てもらったらわかるんですけれども、生地ね補正はしにくいんですけど切り替えになってるんですよね。ここ横に1枚貼ってこう縦に割れてるんですけれども、ことでこうお尻ねこう丸み、お尻丸いですから丸みを出して、さらにね、着心地もこう動いた時のね着心地も良くしていると、そういったねカッティングも重要じゃないかなっていうふうに思っています。シルエットもありまして、これはあのソリードから受け継がれてるね、599型っていうテーパーのねスリムなモデルになりますので、ショップにもねそういう意味ではねこうビジネスで使っていただいても大丈夫なぐらいいいかなと思います。でこれはねちょっと僕が今日着てるものなんですけど別じゃないんですけれども、ジャケットに合うカットソーと、まあ、このね組み合わせの中に合うカットソーはこれだよっていうのを、まあ、HIB ソリッドさんにね作っていただきまして、でこれが T シャツなんですけれども、これ何が違うかっていうと、まあ、こういうねこう見た目がセットインスリーブで肩がねちょっと後ろはラグな、前はこうスッキリしてる形でこう見た感じがねスッキリ見えるように作られてるんですよね。で、まあ、セットインスリーブで後ろはこんな感じになってるんですけれども、やっぱりこのね着心地が非常にいいということですね。でもう一個は首元をあえてねリブにしてちょっと詰まってるんですよね。詰まってることでエレガントに見せてるということなんですよね。でこれリブじゃないパターンというか、まあ、友字でもあると思うんですけど、友字で首元を詰めちゃうと頭が通らなかったり、そもそもきつくてうってなったりとかするので、もうこれリブにするしかないんですけど、まあ、リブにして、ちょっと首元詰めてエレガントに見せると、この辺がねちょっと小技が効いていて面白いかなっていうふうに思いますね。この辺のセットアップにね、すごく合う T シャツじゃないかなと思ってます。まあちょうどね着てますけど、っていうことでですね、このセットアップスーツをですね、まあ自分はね今年買わせていただいたのですね、ガンガン着倒そうかなと思ってるんですけれども、まあこういったねトレンド商品も僕たち扱っていきますし、またねメーカーさんと一緒にこう作らせてもらったりもするので、なんかねまた意見があってこんなん欲しいぜとかねありましたらね、こう教えていただけたらすごく嬉しいです。今日はねブラックのセットアップスーツのお話させてもらったんですけれども、まあ、ナイロンのねあのセットアップすごく世の中にたくさんあるので、もう買い物行ったら必ず見ると思うんで、ぜひね、見てもらってちょっと試着してもらったら面白いかと思います。はい、ということでですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。